ポドルスキー、ここもフリーで受けました。藤谷クロスが入る、シュート2点目、フルス相手に貴重な追加点のゴールです。フルス相手にこの吹田スタジアムで追加点のゴールを大森、まあ、前半同様右サイドからの崩しですよね。藤谷選手の上がりはそんなに回数は多くないんですけどもね、決定的な仕事をしますよね。これクリアミスだったんですけどもね、はい、うまく大森選手がクリーンシュートですよね。ああいうところこうポジション取りもうまい選手ですからね大森は。そうですね、はい、